さん、こんにちは、こんばんは。パーソナリティの早乙女桐葉です。お待ちどうさまです。今回は日本で有名なお祭りイベントの一つ、大江戸みこし祭りを撮影してきました。その中でも優勝回数の多い千葉県勝浦市にあります新館区を今回密着取材させてもらいました。新館区の力の秘密とは。お楽しみください。八坂神社。今回の物語はここから始まります。お玉入れの様子です。神様を神輿に乗せるというお祭りをする上で一番大事な儀式です。今回は神輿を東京の木場まで運ばなければいけません。神輿を神社の下まで運び組み立てます。トラックが停車している駐車場まで効率よく神輿を運搬するため、大きなタイヤのついた運搬台車に乗せ運びます。かなり大変です。
翌日、みこしを担ぐ担ぎ手たちはバスで目的地である木場へ向かいます。8時20分、無事木場へ到着します。最初に到着した担ぎ手たちがみこしをトラックから降ろし完成させていました。他の地域から続々とみこしが集まってきました。第22回大江戸みこし祭り開催。みこし祭りスタートです。この会場で新関区のおみこしが置いてある場所はここ、9番目のスタートになります。はい、
Thank you.
Thank you.
Let's go.
コンテストの映像はここまで。休憩を挟んだ後、イベント会場から噴水公園までをぐるーっと1時間かけて練り歩きます。
ほら映ってるよ、元気ないよ。Woo!
Hey,
して結果発表。今年の優勝は、おめでとうございます、新管区が優勝しました。イベントは無事に終了しました。喜びをかみしめながら、みこしを運んできたトラックに向かい、担ぎ手総出で詰め込みました。そしてトラックとバスはみこしのふるさと勝浦へ向かいます。勝浦に無事到着しました。これからみこしをトラックから下ろし、神社に持っていけば終わるのですが、なんだか様子がおかしいです。みこしを組み立てていきます。まさか、そのまさかです。トラックが止まった駐車場から八坂神社までの距離約550メートルを担ぎ手たちがみこしを担ぎ練り歩きます。
22時50分、みこしを神社に戻し、今回の祭りは終わります。実行委員長の方から一言挨拶いただきますので、一つお願いします。八坂会の皆さん、今日は早朝より、大江戸みこし祭り第4回の出場でありましたが、ご苦労様でした。皆さんの力強い団結力を持って、素晴らしい結果となりました。また、この4回目がですね、今までにない、素晴らしい内容でありました。今地元の皆さんからも上に上がったら、和菓子をたくさん褒めてくれというお言葉をいただいて、私も今この場にいます。大変疲れたと思いますが、この八坂会の力がですね、関東地区で見事に花が咲きました。本当に朝早くからご苦労様でございました。また役員の皆さんもいろいろな準備で、大変でありました。ご苦労様です。以上で簡単ですが、私のお礼の挨拶といたします。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ乾杯の方を、発声を上村副世話委員長の方でお願いいたします。皆さん、今日は朝も早くからご苦労様でした。みんなの力で、仕事を大賞を取ることができました。皆さんの力の賜物だと思います。
今年に亡くなられた高橋さんも、ドアの上から見てて、大変喜んでると思います。みんなありがとう。高橋さんにも代わりまして、厚御礼を申し上げたいと思います。ご協力どうもありがとう。これから新館区若い衆の、ますますのご健勝とご健康を願いまして、乾杯を行います。じゃあ乾杯。はい、はい、ご苦労さまでした。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では手締めの方、八坂会長、石垣会長、はい、はい、皆さん本日は早朝からお疲れ様でした。皆さんの頑張りが評価されまして、無事大賞いただきました。最後3本で締めたいと思います。お手拝借お願いします。よーっ、ありがとうございました。いかがでしたか。今回は第22回大江戸みこし祭り勝浦新館区を密着取材しましたというタイトルでお送りしました。次回もお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。